1次元ゲームネプテューヌリバース2。2000XX 年、ゲーム業界はマジェコンヌの脅威にさらされた。ショップは枯れ、クリエイターは飢え、あらゆる業界人が絶滅したかに見えた。だが、女神たちは滅んではいなかった。かつては無法世界とは隔絶されたゲーム業界であったが、犯罪組織マジェコンヌの登場以降、人々のモラルは低下の一途をたどり、ざっくりと見た感じ、小学生の8割はマジェコンヌを崇め、むしろ親がマジェコンヌを邪教と知りつつ子供に推奨し、取り締まるべき政府もなぜかスルーしまくりで、とにかくゲーム業界はもうめちゃくちゃで、もはやそこら辺の民度の低い無法世界と同じレベルにまで落ちぶれ果てたのであった。そして力尽きた者は次々に業界墓場へと送られ、永遠に暗闇をさまようのである。この IF ちゃんとコンパちゃんのように、ここは業界墓場。ここが業界墓場ね。はい、そうですね。何をそんなにビクビクしてんのよ。だっておかしなのがいっぱいいるです。業界墓場はゲーム業界で死んだ者が来る場所です。彼女たちも、かつてゲーム業界の住人だったんですよ。そうなんですか?まったく。だからおとなしく待ってろってあれだけ言ったのに。嫌です!待ってるだけなんて。私だってネプネプトキアちゃん、それに、女神さんたちを助けたいんです!それは私も一緒よ。あいつらったら、3年間も音沙汰なしで。この私にこんなに心配かけて。大丈夫です。きっと彼女たちは無事ですよ。たとえ大きな傷を負っていたとしても、お二人に渡したシェアクリスタルがあれば
信仰の力を結晶化したシェアクリスタルか。そうよね。よし、コンパ。さっさとあいつらを見つけ出して、引きずってでも連れて帰るわよ。はいです。はぁ、だいぶ歩いたわね。はい。皆さん、一体どこにいるんでしょう。何よ、急に大きな声出して。声が、誰かの声が聞こえたです。声？どこ？どこから聞こえたの？あっちの方から。あっちね、行ってみましょう。あ、待ってください。置いてかないでほしいです。いた！ネプコ！相手、コンパ？ギアちゃんも、女神さんたちもいるです！ひどいです。誰がこんなことを。ネプコ、しっかりしなさいよ、ネプコってば。ダメ、気を失ってる。なんなのよ、この触手みたいなのは。力ずくでは無理です。コンパさん、シェアクリスタルを使ってください。は、はい。確か、カバンの一番下に大事にしまって。そうはさせるか。邪魔をしないで。本当にこんなところまで来る水鏡がいたとはな。3年間もこんなところでじーっと待たされたんだ。たっぷりと相手を。よくわかんないけど、やる気満々みたいね。コンパ、こいつは私が引きつける。その相手は、はいです。お願いです。これで目を覚ましてください。ギアちゃん、目を覚ま、コンパさん、よかったです。よし、このまま女神さんたちも。弱すぎる。もっと、もっと楽しませろ。アイエフさん、ネプギア。起きて早々無様なとこ見せちゃ。でも気をつけて、あいつの強さ半端じゃないわ。私も協力するです。女神さんたちが目覚めるまで時間を稼が。私も一緒に戦います。最初から全力でいきます。ビームラッシャーオーバードライブ。この一撃で決めてみせます。この程度なのか。全然聞いてない。コンパ、ネプコたちはまだなの？全然起きる気配がないです。もしかしてシェアクリスタルの力が足りなかったのでしょうか。そんな、それじゃあどうしようもないじゃない。このままじゃ私また負けちゃうの。嫌だよ、そんな。もういい、
弱い奴の相手などつまらぬ。まとめて吹き飛べ。ダメ、止められない。そうだ、あのクリスタルの力を使えば。なんだこの光は。目が、目が。聞いてる？やるじゃないネプギア。間に合ったの。キアちゃん、しっかりするです。どうしたのよ。こんなところで気絶なんてしたら。許さんぞお前ら。目が戻ったら全員ぶっ殺す。お二人とも、ここはひとまず退いてください。今の私たち。わかりました。コンパ、急いでネプギアを運ぶわよ。はい。どうやら巻いたみたいね。キアちゃん、意外と重たいです。結局助けられたのはこの子だけだったわね。おまけに割れちゃったですね、シェアクリスタル。ギアちゃんが力をつ、これじゃあもう、め、はあ、落ち込まないでください。ネプギアさんを助けら、イシトワール様、一度、プラネテューヌに戻ってきてください。ネプギアさんには、休息が必要でしょうし、それに、3年前に何が起きたかも、伺わなくてはいけません。ネプギア、やっと起きたのね。よかったです。何日も寝てるから本当に心配したですよ。もうお体はよろしいのですか？はい、もう大丈夫です。私、申し訳ありませんでした。すべての責任は私にあります。そんな、イーズンさんは悪くないです。私の力が足りなかったから。聞かせていただけますか？3年前、業界墓場で一体何が起きたのか。はい。嘘？女神たちがたった一人相手に負けたっていうの？信じられないです。あんなに強い女神さんたちが。それで、あれからゲーム業界はどうなっちゃったんですか？私たちが負けてから3年も経っちゃってるんですよね。事態は深刻です。犯罪組織マジェコンヌの脅威は世界中に広まり、その名を知らない。コピーツール、マジェコンヌ普及率も8割以上。今じゃ子供でも当たり前のように使っているわ。皆さんが犯罪組織を信仰する分、女神さんへの信仰はどんどん。あの小さなシェアクリスタルを作るのにもすごく時間がかかってしまったですし。まあ、信仰すべき女神が捕まってるんじゃ仕方ないっちゃ仕方ないけどね。そしてマジェコンヌの目的はおそらく犯罪心の復活。このままの状況が続けば、それも時間の問題かと思われます。もうどうしようもないんですか？いいえ、まだ手はあります。私たちには、まだ、ネプギアさんをはじめとした、女神たちの妹、女神候補生が残されています。私、ですか？私以外にも、女神の妹が？そうです。女神の代わりに、シェアを集められるのは、女神候補生だけ。人々のシェアを、少しずつ取り返していけば、犯罪組織も、それに属する人たちも弱体化していくはずです。お姉ちゃんの代わりにシェアを。できる。お姉ちゃんのことは助けたい。世界だって元に戻したい。でも、あんな強い敵に、私なんかじゃ。そんな悠長な作戦で大丈夫なんですか？こっちがシェアを取り戻すより。そうです。
みんなから信仰されてた女神さんでも負けちゃったですし。そしてもう一つ、各国にいるゲームキャラの協力を仰ぎ、その力を借りるのです。ゲームキャラ？イニシエの女神様たちが生み出した世界の秩序と循環を司る存在です。彼女たちは各国の土地に宿り、その土地に繁栄をもたらし続けています。そして有事の際にはその時代の女神を助け、悪を滅ぼすだけの力を秘めている。そんな方たちがいたんですか？ですが正確の所在は私の方ではつかめていません。今もプラネテューヌのゲームキャラの行方を追っているのですけど、皆さんには情報が入り次第お伝えしますので、その間にプラネテューヌのシェアの回復をお願いできますか？ネプギアさんのリハビリにもなるでしょうし。そうね、3年も捕まりっぱなしだったんだし、少し…ちょっと聞いてるの？はい。ではよろしくお願いしますね。これは？エヌギアです。便利な機能が満載の万能。さんってプラネテューヌの情報部で働いてるんですよね。まだお仕事は続けてるんです？当たり前でしょ。と言っても今は半休止状態だけどね。あ、すみません、それって私のせいですよね？違うわよ、そんなことまで気にしないの。それに
私が多少休んだところで影響はないわ。そういえば前から気になってたんですけど、諜報部ってどんなお仕事をするところなんですか？それはまあ一般的な諜報活動全般よ。よその国の極秘情報を盗んできたり、わざと嘘の情報を流して混乱させたりとか。結構悪いお仕事なんですね。ああ、誤解しないで。最近はずっと犯罪組織しか相手にしてないんだから。特にここ3年は各地を回って犯罪組織の情報をひたすら集めて、おかげでゲーム業界がどれだけ悲惨な状況か誰よりも詳しくなっちゃったけどね。すみません、私のせいで。だからいちいち気にしないの。私だって状況を知るのが精一杯で何にもできなかったし。でもこれからは違うでしょ。あんたと私たちとで。そうですよね。その息よ。一緒に頑張りましょうね。